紐5本を使って編む丸5つ編みのご紹介です。紐を右3本左2本に分けます。右側の一番外側の紐を裏側から回して左側2本の紐の間から出します。折り返して右2本の紐の内側に並べます。左の一番外側の紐を裏側から回して右2本の紐の間から出します。一番左の紐の内側に並べます。これで1回分の結びになります。1回ごとにしっかりと引き締めます。この後も同じように繰り返してお好みの長さまで編み進めてください。ロープのように丸い編み上がりになる綺麗な丸5つ編みの編み上がりです。